アリタリア航空4128便墜落事故は1978年12月23日に発生した航空事故である。フィウミチーノ空港発ファルコーネボル、セリーの国際空港行きだったアリタリア航空4128便がファルコーネボル、セリーの国際空港手前のティレニア海に墜落した。乗員乗客129人中108人が死亡した。 事故機のダグラス DC-9 から32は1968年に初飛行を行っており、同年5月にアリタリア航空に納入された。エンジンは2機のプラットホイットに JT8D-9 を搭載していた。機長はシュドカラベルでの飛行経験が豊富な上級パイロットであったが DC-9 での飛行時間は418時間だった。副操縦士は 航空機関士として7年間勤務し、事故の3ヶ月前に副操縦士となっていた。DC-9 の飛行時間は173時間であった。また、事故当時操縦を担当していたのは、副操縦士であった。4128便は VOR-DME で滑走路21への侵入を許可された。着陸侵入手順は、6DME フィックスを1500フィート、 4DME フィックスを900フィート、3DME フィックスを700フィートで通過しながら降下するものだった。侵入の最終では滑走路21に整体するため、左旋回が必要だった。パイロットは 3DME を通過した後海上から150フィートで降下を止めた。その後、約9秒間150ノットで水平飛行したが、風の影響で機体は、 降下を始めた。右翼が海面に接触し、機体は大破した。21人の生存者は付近を航行中だった漁船に救助された。事故原因はパイロットエラーと推定されている。また、パイロットがブラックホール現象に陥っていた可能性も考えられている。機体の衝突防止等が雲や水面に反射し、パイロットは機体が飛行している位置を見誤ったと見られている。 ありがとうございます。